ヤガミさん。まさか。ああ。ああ。なあ。いえ。ダンスを全力で楽しむ。みんな。みんな。なあ。はあ。全力で楽しんでこい。清涼ラビッツ、明るく元気に楽しく、せーの、ポップステップラバッツ。
よっしゃ。さて続きまして、いよいよ本日の優勝チームの発表です。行きましょう。全国高校生ダンスジャム、見事優勝に輝いたのは、八神さん、まさか潜入調査の結果ダンス部を優勝にまで導いちゃうなんて、やりすぎじゃないですか。彼女たちが頑張ってくれたおかげだ。いや、楽しんだおかげかな。八神さんも随分とレッスンを楽しんでたんじゃないですか。ああそうだな、それは否定しない。思いがけず部活動ってのを満喫しちまったよ。どうですか、10代の頃味わい損ねた青春、存分に味わえましたか。かもな、ちょっとばかり遅すぎたが。みんな本当によく頑張ったな。まさか本当に優勝できちゃうなんて、すごいすごい。だってあの乗り月ゆりえ率いる三崎高校にも勝っちゃったんだよ。夢みたい。八神さん、今まで本当にありがとうございました。八神さんの指導のおかげでここまで来られたんです。ほらみんなもお礼。ありがとうございました。俺はほんの少し背中を押しただけだ。頑張ったみんなの力があったからだよ。決して諦めず努力し続けること、そしてダンスを全力で楽しむこと、それがここまでの結果を勝ち取ったんだと思う。お邪魔かな。あ、のりづきさん。西園さん、それに清涼ラビッツのみんな、今回は私の乾杯、おめでとう。のりづきさんたちのダンスも最高だったよ。正直発表の瞬間まで負けたかもって思ってた。そう？奇遇だね。私は発表の瞬間までまず負けないって思ってたから。口が減らないね。西園さん、次のコンテストでは負けないから、その時に私たちは今よりももっともっと上達してるはず。それは私たちだって同じだよ。西園さん、また会いましょう、コンテスト会場で。うん。